イギリス国鉄313型電車は1976年に登場したイギリス国鉄の近郊用電車の位置形式である。交流 25KV の架空電車線方式と直流 750V の第3基乗方式の双方に対応する。イギリスの第2世代の電車の最初の形式となる近郊用電車であり、グラスゴー向け314型、アングリア向け315系。 マージーサイド向け507型、508型とともに1972年デザインの車体を採用している。1976年から1977年にかけて3両編成64本がブレルのヨーク工場で製造された。塗装は国鉄標準の BR ブルーを採用した。前面の色を側面に拡大したほか、前面窓周りを黒で縁取り。 貫通扉を塗り分けてアクセントをつけている。九百七十六年の登場当初より東海岸本線のグレート、ノーザン系統に導入され、ムーアゲート駅とはエディンガーデンシティ、ハートフォードノース駅間で運用を開始した。車両限界が小さく第三機情報式を採用するムーアゲート駅方面は直流七百五十ボルトで終電靴を用い、それ以外の区間では 交流 25KV の架空電車線方式でパンタグラフにより終電した。民営化後の運行会社はワゴンファーストキャピタルコネクトを経てゴビアテムズリンクレールウェイに所属。しかし2018年から717系デジロシティによる置き換えが進み2019年9月をもって運用を終了した。1988年からは北ロンドン線など ロンドン近郊線区にも投入された。民営化後はシルバーリンクを経てロンドンオーバーグラウンドに所属した。2009年の378系導入に伴う置き換えでサザンへ転属し、2019年現在は後継のゴビアテムズリンクレールウェイによってブライトン近郊の沿岸線区で運用されている。一編成は事業用に転用され、 ネットワークレールによるアートムズの試験者となっている。ABCDEFGHIJKLM クラス313、ザ・レールウェイ・センター、コム・ハット ABCDEF マルティプルユニット、ストールワート・デュアル、ボルテージ・パイオニアーズ・レールウェイ・マガジン、2017年7月17日、ヒューラ・ウェルン、エミューズ、エイヒストリー・アンバリー・パブリッシング、2016年、 ISBN 九兆七千八百十四億四千五百六十四万九千八百二十五鉄道ファン九百八十五年八月号五十一ページグレートノーザンクラス七百十七エミューズ・アンベールドレールウェイ・ガゼット https w w w レールウェー y g a z e c o m ニューストラクションローリングストックシングルビュービュー グレートノーザンクラスマイナス717エミューズ、アンベールド、HTML ハット、クラス313エスカムツーサザン。 サザンエレクトリックグループ、http://extra.soutrnelectric.org.uk スラッシュ features スラッシュ rolin g-stock スラッシュ313スラッシュ index.html パッド。サバーバム emu convert it into mobile. アートムズラボラトリー。 レールウェイガゼット HTTPS w w w レールウェ a y g a z e t t e c o m ニュースシングルビュービューサバーバンエミューコンバーティットイントゥーモービレアートムズラボラトリー HTML ありがとうございます